どうも皆さんこんにちは。いやーしかしですね、驚きましたね。ウクライナがですね、クルスク州をですね、抑えたということで、これは非常にですね大きな問題であり、ターニングポイントですね、それがですね、やはりこう状況を把握していくとですね、やはりそのこの捕虜になった人ね、100何人もすぐ一発も抵抗しないですぐ万歳って手を挙げましたね。挙げて、それで彼らの言い分聞いてみると、やはりいいですね、正体がね、だんだんね、捕虜たち正直にね、捕まればいいこと、話してみろと言えばね、いやー、プーチンダメだよって感じでしたね。でも、戦力もないと。優秀な戦力はもうウクライナの方で前線で戦って、あとは大したことないんだと、初心者コースね、だから守る気もない、だからもう守れないんですね、そういう暴露してますね、戦力がないんだということですね。もうこのなんていうかな、もう戦う気もないんですね。一発無駄で手を挙げましたからね、ですからその内情がバレてきました。あと住民もですね、住民もいろいろ言ってきますからね、プーチンをやっつけてくれと逆にです言われてるんですね。プーチンはとんでもない、男だということで、ウクライナ頑張れと逆に言ってんですね。やはりバレましたね、プーチン。だからそれ SNS ですから、こういったことがですね、抑えてはいるもののバレますからね、なかなか抑えきれませんね、 SNS も。だからもうロシアの方に、住民もそれから軍隊の方もですね、なんか諦めてる感じしますね、無理だよという感じが見えてきました。私は年内にはこれをプーチンは失脚するでしょう。年内には最低でも、もう近ければ1月2ヶ月3ヶ月ね、もう年内ですね、年内には決着すると思います。プーチン失脚すると、私はですよ、まあ、情報戦もありますから、私は何とも言えないところもありますけども、まあ私は思います。年内決着します。もうバレバレです。戦力がないということですね。で、優秀な兵隊はウクライナの方前線行ってますから、あとはない。もうね、チェチェン軍も降参するし、もうやることなすことが見えてきましたね。ですから皆さんですね、これもただ核の問題もないみたいですね。核のあれもアメリカ宇宙衛星で見てますからね、動いてないよということで、もう分かってるんですね、アメリカも。だから私も最初から昔の人は思ってたけども、情報戦ですのでね、私もはっきりつかめなかったんだけども、もう徐々に分かってきました。これはですね、プーチン失脚が私年内あると思いますね、これは私の判断かもわかりませんけども、もうこれはねバレバレです、ですから兵隊さんね、それから住民たちもですね、逆に言われてるんです、プーチンやっつけろって。なんだこれ、おかしくないですか。だから分かってるんですね、プーチンの謀略って言いますかね、ですから皆さんぜひですね、この辺を情報戦に騙されないようにですね、まあ多少紆余曲折があったにしてもですね、これはもう見えてきましたね、ぜひ皆さんもですね、しっかりとこの現実を捉えてですね、兵隊さん、それから敵のね兵隊さんがもう手を何もしないで手を挙げたっていうね、してちゃんと状況を聞けばね分かることですしね、まあアメリカも分かってたんですね、だけど暴発するといけないということで、まあ経済的な締め付けをやりながら、ですね、アメリカも分かって、ヨーロッパの方もほぼ分かってて、あんまり、長距離ミサイルは上げるなと、暴れると、プーチンは何をしてですか分からないっていうふうになったんで、じわ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 やることが大事だと言ったけど、プーチンもねやっぱり、もう残念に自利品になるのが見えてきたんで、とにかく爆弾撃って爆弾撃っててね、そうすると学校とかですね、病院とか、これはもう
これは我慢できないということで、ゼレンスキーもですね、打って出ましたね。まあ、それが功を奏してるけれども、まあ、まだ分かりませんでも、まだ油断はできませんけれども、なんとなく見えてきた感じします。皆さんもぜひですね、このウクライナ戦争の中で、動きの中で、ね、本当に反省すべきは、ですね、どこなのか、そして日本の安全保障、そういったものを含めてですね、動きを注視してどうなんだと、本当にこういったことがですね、やはり大事ですね。反省するとね、で、あの国際法とは何なのかとかね、国連、国際秩序ね、そういったものは何なのかというね、で、国連とは 何なんだのかということも含めてですね、勉強していただければと思います。ありがとうございました。失礼いたします。